はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルエプネシのピヨタです。さあということで今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回やっていく武器ステージはこちらです。あ、武器だね。今回ワイドローラーでやっていきたいと思います。こちらスプラッシュシールド吸引器を持っているローラー種の武器でございます。ギアはスペゲン、スペゾー、スペゾーでやっていきましょう。ということでガチエリアスタート。さあ今回のガチエリア、新しくね、7月18日でのアップデートを食らったところのいろんな点が活かせるんじゃないかなということで今回やっていくわけなんですが、まずはメインのところに関しましてワイドローラーなんですが、最低ダメージ、縦振り最低ダメージ、違った、横振りの最低ダメージが、35から40になりました。どれだけ遠くでやっても40入るようになりました。これが一つのやつですね。縦振りは変わらずって感じ、横振りの最低ダメージが40になった。プラス吸引器ですね。こちらがインク弾が壁に着弾して爆発した時って、その時本当にね、その接した壁にしか行かなくてエリアだとすごい使いづらかったんですが、近くの壁に着弾したら床も、床に着弾したら壁も濡れるようになりました。これでかいです。マジでね、吸引器使ったことある人ならね、誰もが思う、嘘だろって、にゃん、嘘だろ。まあそういうことがありまして、いいアップデートを食らいましたね。で、吸引器というスペシャルはまあ回転はさせたいんだけど、回転させたいはさせたいんですが、うまっ、させたいんだけど、結局のところさ、まあ、言っちゃなんですが死にやすいスペシャルなわけですよ。なのでスペゲンつけてますよっ。ちなみにお相手、ちなみに相手が、おっ、うまっ、うわっ。ちなみにお相手ボールドマーカー、ダイナモローラーのテスラー、もう一体ボールドマーカーで、あれがノーチラスの79ですね。よっ、よいしょ、ふっ、おっ、うまっ、オッケー、一人やった。これ待ち構えた方がいいか。OK。ここいるね。つまり。多分ここだろ。カーリングってことはボールドいるね。まあ取られるのもしゃあない。うわー、ボールド二人目。はえ、本当に。ダイナモ。うま。さあよいしょ。倍外艇はぶっちゃけ着地はそんなにいらねえかなと思ってるんで大丈夫。なあ、スプラッシュボムやられちまったか。いくぜ、ほう、よし。ダイナモと同じように私も上から、さあ着地、はい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 、よっと、ほっ、 OK、 1人いった、ナイス、取り取る、OK、 よいしょ、ほっ、ナウ、さすがにこれは取られるか。さあ取られていく、残り1分35秒ワイプアウト。カウントもありますんで余裕持って返したいね。どうしよっか、
止まんねえ、無理か、ダメか、もうちょい私が据えてれば。やっべ、うわっうわっ、マジ後やべえ。いやー、封殺されましたね、最後一気に。こうされるときついんだよ、うちの編成。というかまあ正しくは賄賂はきつい、後が一番対決としてはしやすいんだろうけど、これはお相手お見事ですね。いやー、でももうちょいなんかさっきの吸引機下手に打たずにさ、やってもよかったかもしんないな。ちょっと反省がありますね。吸引機の塗りを過信しすぎた。そんなんないんだよなこいつって。確か何も吸わない状態の塗りって結構マックスに吸えてればいいんだけど、何もない時ってそんなだったはず。何も吸ってない状態、だよね。まあ9番ボム1個分ぐらいの爆風になるね。まあ9番よりちょい大きいぐらいか。これがねさらに吸えたらめちゃくちゃになるはずだから。よっ、なんかちょうどよく試せるかな。あ、やべ、ダミーカ起動し忘れた。ダミーカ起動し忘れたわ。ダミーカ起動して全部吸ってやろうと思ったのに。さあということで、さあ頑張りましょう。いやー怖いな。お相手オーバーフロッシャーがかける2、スプラマニューバコラボにスプラシューターコラボよろしく。オバフロに対してはワイドローラーかなり強く出れます。なぜならシールドがかなりうまく刺さるから。よっ、よしっと。そもそも倍外艇っていうステージ結構ねオバフロにとっては苦手ステージに近いんだよな。せっせっせ、とりあえず移動しまーす。しゃあない、これに関しては。うわー、やった、気づいた時に遅かった。ナイス着地、いいよ。おはち、よっ。あーマジか、雨フラッシュ二重はさすがに死ぬ。これどうしよっか。オッケー、守った。とりあえずは、いいよ。いいよいいよ、それはちょっとさすがに守れねえ。トリプルトルネード、あーくそー、マジか。オバフロのメインか、上のところにいる。後下降りたか。よしっと、その位置から来るってことはオーバープロッシャーはそこだね。残念、こっち。オーバーフローメイン、マジか。オーバーフローメイン行くね。よっ、あー雨降らすと爆風で今死んだか。
ジか。それはやマジでバリア使ってる、シールド使ってる時ってさ、上手い人ってなんであんなに綺麗にいけんだって感じするよね。ナイス、うまい、助かる。あ、ミスった、壁いっちゃった、下手に降りちゃったよ。とりあえずは移動するだけして、ナーン、うまい、ナイスサメ。まあサメの前にですったか。こちら側のモップがいい感じに動いてくれてますね。サメ助かるよ本当。さあ一人やられていく。うわー、カーリング引かれた、当たった、カーリングに当たっちゃったよ。あれ一発食らうごと20ダメージだからね、地味に多い。どれぐらい多いかというと、まあ OK いったけど、いや、スプリンクラー、スプリンクラーかよ、そんなですり方ありかよ。やべえ、間に合わねえ。いやーマジかー、あそこスプリンクラーでテスったのマジ痛いんだけど。スプリンクラーでテスんのは今回やばいです、多いな。カーリングボムには当たるし、スプリンクラーでテスるし、やべえ死に方揃い踏んでますね。いやー、こんなはずじゃないんだがっていう動き方が、そもそもキルの方に向いてないんだよな。さあ3連敗、そもそも動き方が下手か。13ポイント、ひえ、活躍をしてない3連敗じゃんそれ、やべえよ。普通にやればかなり濡れる方だし、なんならコロコロでもいいしね、こいつはいいんだけど、とりあえず最大まで吸った時どれぐらいいけるかを試したいんだよな。ダミーカー、レッツゴー。バカバカ、押し続けなきゃいけないからダミーカーにやられる、バカめ。痛い、あー最悪のデスリバショだ。塗りたいから下にさ引いたらそれでやられる、ひでえ死に方をした。逆に言うとマジよく狙わずに早めに正確に打たないといけないっていうのきついよな。水の呼吸、水の呼吸、懐かしいね。もうなんか何やりの呼吸が懐かしい。最近は水の子じゃなくて鹿の子だからな、虎視眈々言ってる方だからな。あふ、さあお相手デンタルワイパーミント、もみじシューター、なんで今外れた、もみじシュータークワッドホッパーブラックだね。ありがとう、オッケー、ゲイ、おっとまずいね。OK OK
よく防いでる。大丈夫かい？うますぎんだろあれ、うますぎんだろ。さあだが間に合わねえだろ残り。オッケー、ナイス。今回はいい感じなんじゃない。吸引機はまあ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 、そもそもあそこの位置のリッターをずらしたかっただけだから、それでよし。ナイスナイス、ナイス一勝。勝つときはすんなりと勝ったね。まあ逆に負けるときもすんなり負けてるときあるんだけど。さあ、2キル1です、1スペシャル。まあ高速でやった感じだね。ということでラスト第4戦目いきましょう。塗り的な感じだとやっぱ前線強いのがいっぱいいるのが助かりましたね。まあといってもお相手もデンタルいるし、しかも前線対前線の天敵であるさリッターもいるから結構きつかった、きつかったはずなんだよ。リッカスはね帝王を持ってるから前線からすると近づかないとやれないけど、スペシャル溜まってる時に近づくと帝王で反撃に遭うみたいな感じで結構めんどくさい。よっ、よいしょ。こうすれば解決か。おお濡れるね。ステージによってはいけそうかな。ヤガラ市場とか、そこら辺だったらいけるかもな。まひまひはきついかな。まあ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 一部であればって感じだけど、大前提敵なやつを吸わないとダメだな。止めるにしても何にしても、こいつで塗るにはどれだけ吸ったかの状況を見といた方がいい。結構でもなんか攻撃が当たりづらい気がすんだよな。さっきやってて絶対当たってるはずのにみたいなのが外れてたことあるし。さあ 4K スコープっていう名前の人がいる。 4K スコープって名前の 4K スコープがいる。やべえ、これはやべえぞ。よろしく。さあナンプラ遺跡、あ、何？ヒルバンどこにあったの？ちなみにお相手は、ラフト450デッコ、デュアルスイーパーリッター 4K スコープか、 4K スコープか、リッターはついてないか。 4K スコープ、うぇ吸引機使ったけど捨ててない。で、あとはヒーローシューターレプリカか。もちもち豆腐、もちもち豆腐、豆腐にもちもち。オッケー。ほっ、うえマジ後ろ回られた。弱いなり、そんないなりは私は求めてねえぜ。いやースペシャル使える盤面はありつつ、やっぱこのデス数だったら、おっぷ、いややめてくれマジきつい。これあれなんだよな、吸引機裏に回られた時にさ旋回しようにもしづらいっていうのと、逃げようにもさいかんなって逃げることはできるんだけど濡れないから逃げらんないっていう何重ものジレンマがある。とりあえず一気に止めに行くしかねえ。オッケー、ほっほっほっ、マジかよ。うわ
ジで頭がこんがらがる。吸引器も使っててみたいなことがあると、うわっ、インクがね、いやー終わった、インクがなかった。でもメインインク効率は色にあんまいらないんだよな。つけるんだったらサブインクかな、効率は。やられましたね。吸引器敵として使われるとすげえ強いんだけど、自分で使うと本当に結構物選ぶよね。1キル、どこでむしろ切るったんだ1。あ、最後のスパヒューか。さあやられてしまいました。スパヒューだったっけ最後。違うか、ラクデコか。いやー、ラクデコにそもそも11で負ける時点でな、やだやだ。インク管理がガバガバですね。気にしないと。普段使ってる銀文字だとあんまりなんかインクが足りないってことないからさ、足りないのは火力だけで、他の武器結構インク消費の激しい武器で練習した方が良さそうですね。はい、ということで今回ここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。